日本航空115便尻餅事故は、1978年6月2日、東京発大阪行日本航空115便が、大阪府と夜中市、ホタル外気西町の伊丹空港に着陸する際、パイロットエラーによって、機体ビブを滑走路面に接触させた事故である。事故後、事故機に対して、ボーイング社が不適切な修理を施した。 結果、約7年後に事故機が起こした日本航空123便墜落事故の原因となったとされている。115便に使用された、ボーイング 747SR-46、機は1974年1月30日に、製造、総飛行時間は8830時間07分であった。機長は41歳。 総飛行時間は7912時間で、そのうち220時間が B747 型機の飛行である。副操縦士は36歳。総飛行時間は564時間で、そのうち286時間が B747 型機の飛行である。航空機関士は44歳。総飛行時間は4070時間で、 そのうち2780時間が B747 型機の飛行である。事故を再現した動画115便は羽田空港から伊丹空港へ向かう国内定期旅客便だった。伊丹空港へは ILS で滑走路32リットルへ侵入した。一度目の設置で機体はバウンドし、二度目の設置でビブを激しく滑走路に擦りつけた。死者はいなかったが、 事故により2人が重傷を負い、23人が軽傷を負った。この事故により、機体のビブは大きく損傷し、圧力隔壁にも亀裂が生じていた。そのため JAL は、今回の不良着陸で損傷した圧力隔壁など機体ビブの修理をボーイングに依頼したが、同社のエンジニアら40人による圧力隔壁の修理に欠陥があり、損傷した。 圧力隔壁の交換部分とのつなぎ目に挟む部材が途中で2枚にカットされていたため本来2列必要なリベットが1列分しか効かない状態になっていた。またその後の JAL の検査では血管修理部分が他の部材に覆われて見えなくなっていたため血管修理は発見できなかった。これらの要因によって 1985年8月12日に日本航空123便墜落事故が引き起こされた。JA8119 は今回の事故を含め計3回の事故を起こしている。1982年8月19日、羽田空港発千歳空港行きが着陸の際に視界不良とパイロットの判断ミスにより滑走路の右に逸脱。 第4エンジンが地上に接触、着陸復興した。視界不良の中、機長が副操縦士に操縦を行わせたのは、当時の日本航空の車内規定違反だった。1985年8月12日、羽田空港発伊丹空港行き123便が離陸12分後、今回の事故後の欠陥修理により、金属疲労が原因で垂直尾翼が破壊され、 油圧系統がすべて損傷。制御不能になり、群馬県田野郡上野村の高間ヶ原さんの尾根に墜落し、乗員乗客524名中520名が死亡、4名が重傷を負った。ありがとうございます。